皆さんこんにちは、ご飯の日常でございます。今回は GoPro Hero 9周辺機器の後編ということで3点紹介させていただきたいと思います。3点につきましてはぜひとも購入してほしい商品になってますので、よかったら参考にしていただければと思います。よろしくお願いいたします。ということで、1つ目がキングストンさんのミクロ SD カード 128GB になります。 GoPro の方ではサンディスクさんの方のメモリーカードを推奨しているようです。ただ結果論からすると普通に使いました。でなぜこれを購入したかというと、タイムセールで安かったっていう部分もあるんですけども、あと一つは永年保証を謳ってたので安心かなと思って、あとレビューも高かったっていう総合的な面から見て購入をさせていただきました。普通に使用できるので、ここはもうね、好みの問題で購入していただいても問題はないかなと個人的に思っております。続きまして、こちらがテレシンさんの充電器と充電パック2つのセットの商品になります。充電器といってもいろいろと他メーカーさん出している中で、なぜテレシンさんを購入したかというと、まあ、持ち運びがすごい楽だったっていうところですね。ボックス型になってて、中でほこりかぶることなく充電ができます。前の方に LED ライト3つがついてまして、こちらで充電の有無も確認もできます。後ろの方で USB-C で充電して、そのまま充電する形になるんですけども、中の構造もですね、中にサブの SD カードが2つ入るとこがあったりとか、結構旅行先に持っていくには十分、これ1個持っとけば大丈夫かなっていう形のものになります。純正とのバッテリーの規格になるんですけど、見た目もほとんど変わりません。使用感も全然問題なく今のところ使用しております。ただこれが長期的に考えてどんな風になるかっていうのはちょっとまたやってみないとわからないので。で、充電器の方も純正も充電できました。普通に充電できたので、まあ互換性があるのかなと個人的に思っております。ただ若干ね、ちょっと充電器自体が安物のプラスチック感が若干ありました。ただ持ち運びでそこまで、磁石で一応蓋が閉まるようになってて、全然振って外れるような簡単な作りはなかったので大満足の商品かなと。では最後の商品になります。こちらはブラックビートルさんの GoPro Hero 9の3点セットになります。内容はシリコンケースと GoPro 9用のバッテリーカバーと強化ガラスフィルムの3点です。シリコンカバーについては他メーカーさん、いろんなメーカーさんもシリコンもそうだし、プラスチックもそうだし、アルミもそうですけど、他メーカーさんって自分の企業ロゴをどこかしらにつけたがるんですよ。だから GoPro 持ってるけどどこのメーカーって、他の方が見るとどこのメーカーだって思うのがちょっと嫌で、マットなものだったんで、これはすごい良かったかなと。質感もかなり良かったので。でバッテリーカバーについては、なんでこれを買うんだって方もいらっしゃると思います。GoPro 買ったことない方なんですけど、でどうしても生活防水とか対応してるアクションカメラについては本体を保護するためにもうガッチガチなんですよ。バッテリー充電するときも SD カード交換するときも全部横の蓋を外した状態で充電しないといけないんですよ。それがめんどくさくてめんどくさくて、別に僕は水につけるわけでも、その汚れた場所に行くわけでもないので、USB-C が見える互換性のあるものっていうのが一般的に出てたので、まあ、外からね SD カードをさせることができるので、まあ、そんなにバッテリーを頻繁に変えることないというところでメリットが大きかったかなと。で最後のガラスフィルムに関しては、これがね単品でブラックビートルさんの方で単品で売ってる部分もあるんですけど、評価があまりよろしくないです。でその内容としては、そのつけたら強化はフィルムの周りが浮き始めるとか、あと何ですか、タッチパネルが操作が悪くなるとかいうご指摘が、まあ、レビューがあったんですけど、私がね使う限りは前部分に関しては周りが浮くこととかはないですね、全然。ただ後ろもないんですけど、そのレビューにあった通りタッチセンサーがすごい悪くなります。後ろだけマジで悪いです。ここの部分は質感はいいんですよ、ガラスフィルムで質感はいいんですけど、致命的ですよね、動かなくなっちゃうって。もうそこはちょっとデメリットなので、さすがにまた別の商品買って後ろはちょっと買い替えようかなと思ってます。もともとまあね、傷を保護するものですから消耗品だと思って、ここはただね、それを抜いたとしてもシリコンカバーとこのバッテリーカバーだけでもこの価格のは他のとこでは出してないので、ぜひともこれは購入していただければと思っております。
かがでしたでしょうか。今回 GoPro 周辺機器の後編ということで3点を紹介させていただきました。今回の3点につきましては冒頭でお伝えした通り、しっかり買って損はないかなと思うものになります。実物も私個人が見た限りでは全然上等な値段相当なものもあれば、まあ、それ以上のものもあったので納得のいくものになってます。またわからない点、ご指摘な点などございましたら、まあ、コメント欄とかに書いていただいてというところで、で私の動画ではこんな風に私の日常で疑問に思ったことなどなどレビューなどをしていきたいと思ってますんで、よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。では次回のご飯の日常で皆さんお会いいたしましょう。バイバイ。